ナイスオフシスターズ。フィンランドヘルシンキで開催された第15回世界体操祭に日本大学生の演技が海外の観客を驚かせ、次の秒には会場内から万雷の拍手が起こった。彼らが国士舘男子新体操部です。彼らは国内の各種競技で優れた成績を収めた。例えば東日本学生新体操選手権大会が群馬高崎アリーナで2022年5月13日から15日にかけて開催され、団体 A チームが見事準優勝に輝きました。また個人総合には本学から18人が出場し、8人が全日本インカレへの切符を手にしました。2022年8月25日から28日まで宮城県の白石市文化体育活動センターで第74回全日本学生新体操選手権大会が開催され、団体総合で準優勝を果たしました。また個人種目別リングでは守屋宏夢選手が1位となりました。10月27日から30日群馬県高崎アリーナで第75回全日本新体操選手権大会が開催され、団体総合で2位、向山聡人選手が男子種目別のロープで3位に入賞しました。2023年5月12日第56回東日本学生体操競技選手権大会、守屋宏夢選手が個人総合優勝、団体も2009年以来14年ぶりの優勝。次に国士舘男子新体操部が世界体操祭での演技を見に行きましょう。国士舘男子新体操部 OB の川端優輝さんが
米フロリダ州オーランドにあるウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート内のショッピングモールディズニー・スプリングスの劇場で行われているショードローン・トゥ・ライフに出演しています。この公演は世界で活躍するエンターテインメント集団シルク・ドゥ・ソレイユがディズニーとコラボレーションし話題となっている常設型のショーで、2021年10月から始まり連日開催されています。川端さんは卒業直後の2021年春 SNS で本公演のキャスト募集を目にしてオーディションに挑戦。国士舘高校と本学の男子新体操部で培った実力を発揮して見事賞アクターの座を獲得しました。単身渡米後の現在はオーランドに在住し、週5か1日2回のショーで奮闘しています。5月初の長期休暇で一時帰国し、多摩キャンパスを訪れた川端さんは、今回の挑戦をサポートした男子新体操部監督の山田小太郎准教授や部の後輩らと旧交を温めました。コロナ禍の昨年に渡米を果たした川端さんは、アメリカのショービジネス界は今ではほぼ平時の状態に戻っています。最初は言語の壁にも苦労しましたが、シルク・ドゥ・ソレイユの男子新体操チームはみんな日本人なのですぐに溶け込めましたと新天地でのスタートを語りました。出演中の舞台では男子新体操の技を取り入れたダンスでストーリーの要素を表現するパフォーマーを務めています。男子新体操の経験は生きていますが、競技と違いショーはあくまでも観客が主体、絶対に楽しんで帰ってもらうぞという思いで演じていると自然とレベルの高いパフォーマンスが生まれます。観客の驚く表情や感動している様子をステージから目のあたりにすることでその奥深さを実感しています。川端さんは国士舘高校入学を機に男子新体操部に入部、大学4年時に団体出場した全日本新体操選手権では12年ぶりの優勝に貢献しました。男子新体操部での活動について川端さんは、全日本優勝は最高の思い出ですが、それまでは試合でも何度も失敗して落ち込んでばかりでした。そんな中、後輩らにポジティブな影響を与えなくてはと、自身や仲間のメンタルを良い状態に保つよう努めたことが最終的に優勝にも結びつきました。その経験は今の現場でも大きな糧になっていますと、現在につながる国士舘での7年間を振り返りました。国士舘の新体操の監督は、試合での上位入賞だけでなく男子新体操の素晴らしさを世界に広める使命を担い、先駆者としての役割を果たす責任を感じながら今後も活動を続ける意向を述べていました。したがって演技会や大会が近くで開催される際にはぜひ皆様の応援をお願いしたいと述べていました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。